スラッシュメタルは音楽のジャンルの一つ。従来のヘビメタルにハードコアの過激さを加えた音楽形態を指す。スラッシュとは無知打つという意味である。スピードメタルとの定義の違いは曖昧である。ノイスブームとハードコアパンクの姿勢児とも言える音楽性でギターソロよりもギターリフに重きを置き、スピード感を重視した楽曲が多い。 特に1980年代初頭には、メタリカのファイトファイアウィズファイアやスレイヤーのケミカル・ウォーフェアが世界最速の楽曲として話題に上ることもしばしばあった。それまでの HR、HM といえばバンドの花形はリードギタリストであり、ギターソロの早弾きこそ最大の見せ場であった。対してスラッシュメタルは早引きこそあれど、楽曲の中心はギターリフであり、 高速なもの、複雑なもの等、様々なギターアリフを開発していった。ただし、速さのみを追求していたわけではなく、スピード感を際立たせるため、一曲の中、あるいはアルバムを通して、緩急をつけるなどの工夫もされていた。とりわけ、凶暴で素やな印象が強調されがちな、スラッシュメタルだが、メタリカのようにアコースティックギターを入れたり、バラード調の楽曲を入れるバンドもある。 ボーカルに関しては音程をあまり重視しない叫び声やハードコア風のがなり声のようなスタイルが多い。一方でハイトーンで伸びやかにメロディーを歌うボーカリストもいる。曲と同様に歌詞の進行も目まぐるしく、ボゴワ社でも聞き取れないほど速いことさえある。特にスレイヤーのボーカルの速さはラッパーたちにカルチャーショックを与えたと言われている。ドラムも例に漏れず速く、 手数も多い。BPM200 以上で、バスドラムを16分で打ったり、バスドラムとスネアを高速の8分で交互に叩く、いわゆる、スラッシュビートが特徴。スレイヤーのデイブ・ロンバードや、アンスラックス、SOD のチャーリー・ベナンテ、ダークエンジェルやテスタメント、デスのジーン・ホグラン等の名手がいる。スラッシュメタルは、ノイスームをより攻撃的に発展させたものだと、言われている。 また、ヘビーメタルに止まらず、ディスチャージなどのハードコアパンクバンド、キリングジョークなどのポストパンクバンドの影響も大きかったと言われている。スラッシュメタルの誕生に関しては、諸説あるが、メタリカがヒット・ザ・ライツをコンピレーションアルバムメタル・マサカーに提供したのを始まりとする意見が多い。しかし、この頃のメタリカは過激なノイスブームの息を出ておらず、 ボーカルスタイルもダイヤモンドヘッドのシンガー、シーン・ハリスを多分に意識した歌唱法であった。メタリカの誕生とほぼ同時期にニューヨークではアンスラックス、ロサンゼルスではスレイヤーが活動開始しアンダーグラウンドシーンにおいて人気を獲得していった。メタリカを解雇されたギタリストのデーブ・ムステインはロサンゼルスでメガデスを結成した。また、 1980年代初頭のサンフランシスコベエリアにはメタリカのギタリストのカーク・ハメットがメタリカ加入前に結成したエクソダスやレガシーといったスラッシュメタル黎明期を支えたバンドが多くいた。これらのバンドはベエリアクランチといわれるザクザクとしたギターサウンドを特徴としていた。LA メタルが交流を誇っていたロサンゼルスではショーアップされた。 ヘビメタルが盛んであったが、サンフランシスコ米エリアでは、より無駄な装飾を排した過激な音楽の人気が出始めていた。後に、メタリカも拠点をサンフランシスコに移し、人気を確立していった。アメリカに先んじて、メタリカの人気に火がついた欧州では、よりベノムの影響を色濃く感じさせる、ソドム、クリエイター、デストラクションといった3バンドを筆頭に、 ジャーマンスラッシュという苛烈なスラッシュメタルが人気を博していった。1985年にアンスラックス等のメンバーらによって結成されたサイドプロジェクト SOD によってスラッシュメタルとハードコアパンクのクロスオーバーが起こった。以降、それまで互いに相入れなかったメタルとハードコアおよび両ジャンルのファンの交流が盛んになる。 1980年代半ばになると、その過激な歌詞や攻撃的な音楽性からスラッシュメタルを避けてきたメジャーレーベルもメタリカをはじめアンスラックス、スレイヤー、メガデス、エクソダスといったバンドと契約するようになった。これらのバンドのアルバムはアンダーグラウンドにとどまらずオーバーグラウンドにおいても商業的に成功しアメリカビルボードチャートの200位以内に登場するように なる。その後、多くのバンドがメジャーレーベルと契約するようになり、LA メタルの衰退と入れ替わるように、スラッシュメタルムーブメントが起こった。しかし、ムーブメントの副産物として似たようなバンドが数多く出現し、スラッシュメタルの蘇生乱像とも言える状態に陥った。また、メジャーレーベルと契約したスラッシュメタルバンドの多くは、聴く人を選ぶ。 過激であったはずの音楽性をより多くの人にアピールすべく変えていった。1980年末から1990年初頭頃、攻撃性のみを心情としてきたスラッシュメタルは真こそ盛んであったが、音楽的には行き詰まり始め、前述のハードコア以外にも様々な音楽との融合を試みるバンドが現れ始める。その代表には、ヒップホップグループのパブリック、 エナミーとコラボレーションしたアンスラックスが挙げられる。こういったアプローチは、クロスオーバーとともに、後に起こるニューメタルムーブメントに、多大な影響を及ぼした。1990年代に入った頃には、グランジムーブメントが起こり、またパンテラやヘルメットのようなスラッシュメタル、ハードコア等から発展した、ポストスラッシュ、グルーブメタル、パワーグルーブなども登場したことで、 スラッシュメタルの人気は徐々に衰退していった。特に決定的な出来事として、常にスラッシュメタルシーンを牽引してきたメタリカが1991年に発表したメタリカが大ヒットしたことが挙げられる。これを受け、多くのスラッシュメタルバンドが、スピードや攻撃性よりも、重さやクルーブを重視するようになり、従来のファンを失うことになる。ただし、 ムーブメントが衰退した後も、さらに人気を獲得したスレイヤーや音楽性がスラッシュメタルから大きく離れた後も人気を保ち続けるメタリカやメガデスのような稀な例もある。その後、スラッシュメタルの攻撃的な側面は、より過激なデスメタルやグラインドコアといった音楽に引き継がれていった。また、ホビドン、バイオレンスのギタリストだったロブフリンは、 マシンヘッドを結成し、ポストスラッシュバンドとして人気を獲得した。2000年代に入ってからは、スレイヤー、クリーター、ソドム、デストラクション、エクソダス、テスタメント、デスエンジェル、オーバーキルなどの応募書が活動を続け、精力的なリリースを行っている。また、フォービドゥンやトックスックなどのように解散した往年のスラッシュメタルバンドが再結成を発表したり、 ミューニセプルェイストや、ガマボム、バイオレーターなど、新たに現れた若手のスラッシュメタルバンドが80年代、スラッシュメタルのサウンドを再現して、リバイバルスラッシュと呼ばれて、人気を博するなど、ジャンルの勢いは現在でも止まるところを知らない。メタリカアンスラックスメガデススレイヤーテスタメント、セパルトゥラクリエイターデストラクションソドムオーバーキル。ありがとうございます。